謎。増えたのか？あ、増えた。増えてる。うん、あ、本当だ。でも最大 HP は変わってないけど、なるほど。増えている、確かに。うん。トンネルをお試しください。最短距離で移動できます。トンネルなんか、ここ繋がってるってこと？どこと繋がってるの？あーあーあーてか、街広広いですね。もう、こんにちは。すごいお手紙だよ。すごい、留守だ。完全に留守でしょ。ですね。ここの家？図書館。そうか、図書館。字が間違ってる。クロスワードパズルに手こずるタイプだね。くー、言ってくれる。うん。新聞作ってる人なんだ。子供の頃学校で実習の時間によく文字探しをやらされた。あ、あの紙に書いてあったそうね。おー、はい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 。あー、文字探し作者なんですって。もしその人だったの。これ上は？この方が。上は別に書けない。これ、あの、本取るはしごじゃないですか。うん、あ、ホームの街を後にした。灼熱のエリアがあるんだ。ようやく現在の都がある場所にたどり着いた。ニューホームと名付けられた。我らが王のネーミングセンスはいまいちなのだ。うん。わあ、そうだよな。うん。こういった本とか町の人の話を聞いとくと、うん、あの何ですか、その裏設定的なものも見えてくるって形ですね。うーん、よし、行こう、早く、はい、みんな戦い見てえから血に飢えてるからね。でも結構まだ話しかけてない人いっぱいいますよ、うん、みんな笑って暮らしてる。なんでって、どうせ何もないんだから思ってても仕方ない。かわいいこれ。うん、あー、でもなんとなく退屈なんですね。そうだね。追いやられちゃったって感じなんですね、気持ち的に。うわー、あいつもいるよ。イチャイチャしてた犬たちだ。うん。犬いる、いっぱいいるな。なんか右側にすごい顔したやついる。これなんだ？あら、口でかっ。食べ物。気色悪いな。うわ、あ、男の人を求めてるんですね。だな。犬で固まってるんだこの人は。喋、れない。喋れない。寡黙だな。一人ポーカーをしてる。負けている。どういうこと？誰とやってる？あ。釣りに行ったんだ。女なんでちょっと釣り糸を垂らせばすぐに引っかかるって聞いたから。こいつか、写真を垂らしていたのは。うん、魚でもいいんだ。うわ。やっぱロイヤルガードだったんですね。うん、アンダインがリーダー。まだ会ったことないはずですよね。うん。マスター。科目。あ。この店では水は出しません。水は身を滅ぼします。だろうね。なるほど。都はもう人で溢れ返ってるんだ。ニューホームですね。こいつもかよ。音楽流れてるけど。くー、蝶々がいない。かわいい。島だから子供という概念。うん。
そうなんだ。シナモンちゃん。ウサギがウサギを連れてますね。あ、ですね、確かに。お、着いた。着きましたね。じゃあ、さっきのとこ戻って、この真ん中の道なのかな？横はもう行けないの？こっち行けないのかね。上なんか豆腐じゃないか。氷？氷か。あ！上まだ行ってないけど。わ！なになになに、なんか霧がかかってきましたよ。え？え？進まない方がいい？もしかして。え？怖い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 。いける。え？あれ？お話入ってる。わぁ！あ！対決じゃないこれ。人間よ。複雑な感情について語ってもよいか。それは、自分と同じようにパスタを愛するものを見つけた喜び。自分と同じようにパズルが得意なものへの憧れ。うん。イケてて頭もいいやつにイケてると思われたいという願い。うん。これこそ、貴様が今抱いている感情だな！おう。俺様にはそんな気持ちはさっぱりわからんか。うん。何しろ、俺様は偉大なるパピルス様だから。友達がたくさんいる奴の気持ちなんて普通に知ってるし、孤独な人間よ。貴様は哀れだ。だが、案ずるな。俺様が貴様を一人ぼっちにはしない。うん、この偉大なるパピルス様が貴様の。ダメだ。なんだ。やはり、こんなことは許されん。どうした？俺様は、貴様の友達にはなれないのだ。一人でめっちゃかかるじゃん。何付き合わされてるの？貴様は人間。俺様が捕まえなければならん。あ、なるほど。ロミオ、どうしてあなたはロミオなのみたいな状況なんですね。うん、貴様を捕まえれば、俺様の長年の夢が叶う。うん、強くて人気者で有名人。それがこのパピルス様。じきに、ロイヤルガードの一員になる男だ。あ、始まった。来たー！パピルスに行く手を塞がれた。分析しましょう。分析。くどくのかな、でも。にゃははが口癖。はい。あ、もう何にも情報わかんなかった。怖い。え？笑ってる。くどく。え、俺様は口説いてるの？ついに貴様の本当の気持ちを明かしたな。だが、貴様は自分が俺様にふさわしいと思うか？え？あれ？スパゲッティ作れます？なんと、貴様は完全に俺様のタイプだ。ちょろいな。ということは、貴様とデートをしないといけないな。では、デートしよう。貴様を捕まえた後でな。捕まえ、あ、これなんだこれ。捕まえる気がないですよね。完全に。うん。デートに着ていく服を考えている。ああ、もう早い。え、どうしよう。くどいて。どうじゃない？ちょっと待って。うん。ではデートをしよう。あら、捕まえた後でな。ループ。待ってって言ってますもんね。あ、デートでディナーに何を料理するか考えて自分に作るんだ。んでも、反応は同じだけど、進んでる気はしますね。進んでる？じゃあもう一回くどく。効果はない！あ、行動をしても何も起こらないようだ。じゃあもう。ね、じゃあ行動じゃないってことですね。見逃す？うん。2月？なるほど、戦うつもりはないんだな。うん、では、俺様の有名な青攻撃を食らえ！やばい！やばい！めっちゃ来るじゃん。めっちゃ長いじゃん。やっぱり戦う気ないんだ。え、なに青いハートになっちゃった。貴様は青くなった。うん。これがパピルス様の青攻撃だ。え？どういうこと？青くなった。青くなった。ん？行動は。行動もういらないって言ってたよね。確かに。じゃあ、逃がす？デートには何を着ていこう。あ、ダメなんだ。え？どういうこと？ジャンプできない。ブランドのイケメンクリームを塗った。え？でも逃がす？あとなんだっけ？侮辱する？侮辱して
然行ってみましょうか、とりあえず侮辱する、戦うのに侮辱する、これ何なんじゃそりゃ、これ何、これジャンプ、いやこれわかんない、ジャンプできる、できない、これ以上ジャンプできない、どういうことだ、あ、上を失敗にすればいいんだ、え、でも何もできないな、じゃあ見逃す、アニメパウダーあ、デートのことなど考えていない、よーし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 、うるせえ少子ってなんだよ、よーしと、よーし、よーし、よ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 し、負けさー、しゃーし、まーし、まーし、よっしゃ、もうしってなんだ、やばい、やばい、バビコありますよ、バビコある、バビコ、お客様にスペシャル攻撃を使わせるなよ、やばい、わっと、パッ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 、あー、やばい、バビコ、バビコ、バビコ11回復さあ、いや、よし、DS! YES! OK! あーあー自分には耳がないことに気づいた、ストップ、いやー難しいぞこれ、いやー無理でしょう、比類なきスパゲッティアであるパピルス様が隊長になるのだ、もういいでしょう、よし、あいよ、よし、骨をガタガタ言わせてる、バビコ、バビコ、シングルバビコ、よし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 、ほー、いや無理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 、いや無理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 、ちなみにですね、横にも移動できるんですよ、そういうことですか次の手を考えている、バイオン落ち着いて、王様は庭の木を俺様の顔の形に刈り込むだろう、さーっさーっそ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 ーっ、我がには多分いつも通りだろう、いやーさーさーパーさーさーさーパーさーさーパーまだなの？長いな。長いな。よし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 さあ、人間に透かした態度をとっている貴様のようなやつはなかなかいないだろうな、ループじゃないこれもう、いや、進んでます、進んでます、進んでんのこれ、うわー、いや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 、あと3、やばい、バビコ、バビコ、バビコがあと1個しかない、しゃあ今後は気軽にデートもできなくなる、もう、どん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 、もう行くぞ、それでも貴様を捕まえてお城に連れて行かなきゃいけない、いやーいい、うまい、うわーいやふう、俺様は何を考えてるんだ、貴様さっさと降参しろ、いやーいやうわー、いやー無理でしょ、うわーうわー4444444いけいけいけ、落ちる、降参しないとスペシャル攻撃お見舞いするぞ、青いい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 ねえ、あ、バビコ、バビコつかない、スペシャル攻撃を発動するからな、なんなんだスペシャル攻撃って、いっちゃえ、いっちゃえ、いっちゃえ、もうすぐだ、もうすぐスペシャル攻撃が炸裂するぞ、まだやってなかったのか、絶対やばい、次絶対ぶつかる、ぶつかる、ああ貴様は弱すぎる、こんなに簡単に捕まえられるとは
これから貴様をプリズンゾーンに閉じ込めてやる。兄ちゃんがいるところの、うちのガレージだ。貴様は犬小屋行きだぞ。やはははは。あれこれ、ヨガじゃないこれ、ストーリー。犬小屋じゃないか。押すとキューキュー音がする。もう全部クリアパターンもあるんだろうね。パピリス。ああ。ワンダインが来るまで。でも、すごい通り抜けられる。あとどれぐらいだったんだろう。ああ、わかんないですね。スペシャル攻撃とは言っていたものの。あともう少しだったはずですよね。そうなんだ。短縮されてますね、行動が。うまい、うまい、うまい、ゴージャさん。おお、ゲームだ。ニュース。苦い。出た、スペシャル攻撃使わせるなよ。やばい。押すなよ、押すなよ。うまい。俺のゲームだ。俺のゲームだ。ボーンコロンをつけた。いい匂いなのかな。うまい、うまい、うーボケが、トマトソース、トマトソース食べられちゃう。おお、うわー、ちょっとイケメンクリーム、うまい。おお、おいしい。ない。大丈夫、いけるいける。うん。まあまだ回復いっぱいあるし。息が抜けてるんだよな、隣に。よし。バビコする？バビコしときますか。バビコして。確かに。うん、安全に行きましょう。失敗。危ない。無敵時間。耳自体がないけどね。確かに。今気づいた。もうそろそろだね。もうそろそろですね。あとでも3、4ターンありそうだな。もう半分は切ったはず。うまい。うん、うん、うん、さあ、まさだ、うわ、うん、うまい、俺だー。うわー。いくぞ。はい。あーだ。あーお。あはそう、これ難しいんだよな。はい、バビコー、バビコバビコ食べた。うん、小手さん焦らないで。うん、さっきの小手さんの感覚を思い出して。そうだ、俺だ、いや俺だ、よく見て。うん、おー、いい感じ。無敵時間もね、有効に。確かに。サンズの寒いギャグを。え、スペシャル攻撃お見舞いするぞ。来る、来るか。天帝来ないんだよな。し、きしょうが。なんか強いな。バビコ。そうですね、ちょっと使った方がいいかも。シングルバビコ。シングルバビコって何違う？あの、バビコを半分使ったらシングルになっても残るんですよ。あー、そういうことね。そうです。しゃ。うん。
この発動するする詐欺が長いんだよな。そうそうそう。なんだなんだ。え？うまい。しゃあ。おお。最後の警告。どうする？バビコ使っときましょうか。いや、いい。本当に？これが最後だから。本当に？大丈夫。え？大丈夫。え？バビコだ。うっせえな。バビコ使わせろって。ああ！お、暗い俺様のスペシャル攻撃。あ。あ。おーい。それは俺様のスペシャル攻撃じゃないか。おい、そこのアホ犬。聞こえているのか、その骨をかじるんじゃない。やめろ、何をする気だ。は、俺様のスペシャルの攻撃を返せ。する仕方ない、こうなったらウルトラかっこいい普通の攻撃を使うしかないな。普通の攻撃の準備をしている。見逃す。では行くぞ、何の変哲もない通常攻撃。何の変哲もなくないな。わあ。無敵時間有効に。うん。おお。犬。何これ攻撃。攻撃。普通の攻撃って書いてあった。ですかね。うん、わあ、何これ。あ。お。え？え？上行けたね。行けるな。うん。何それ。何これ。上行っちゃえば。長くない、しかもこのターン。これさっきだけだよ、上行けた。どうだ、はあ、はあ、わかったか。貴様に、はあ、はあ、俺様は倒せん。見ろ、ブルブル震えているではないか。ではここでいらなるパピルス様が情けをかけてやろう。人間よ、貴様は逃がしてやるぞ。お、今なら見逃してやっても良いと言っているのだ。お、逃がしてくれるようだ。ようだ。逃がす。逃がす。お？ゆほほほほ。貴様のように貧弱なものすら倒すことができないとは。安大に呆れられてしまうな。俺様はロイヤルガードなんてなれないし、友達の人数だって増えはしないだろう。ダサいやつね。消えろ。空気を読んで。ゴミや。どうなるか見たいけどね。確かに。うん。そうちょっとな。倫理観。うん。あなたはじゃあこっちでやってくださいね。友達になろう。ああ、え、本当に？俺様とお友達になってくれるの？それなら特別に貴様を許してやってもいいだろう。お。うひょー、デートに行く前からお友達泊まりだなんて。さすが俺様。友達を作るにはダメダメなパズルをやらせてバトルをすればよかったんだね。人間、貴様はいろんなことを教えてくれた。よってここを通すと良い、通って良いものとする、うんうん、それと地上に出る方法だって教えちゃうぞ。おお、教えてほしい。このまま進んでいくと洞窟の終わりに着く、うん、そこが都だ。そこにあるバリアを抜ければ外の世界に出られる。おお。バリアは我々を地底の世界に閉じ込めている魔法の封印。こちら側に入るのは簡単だが、外へ出るとなると話は別だ。強い魂を持つ者でないとバリアを抜けることはできない。うん、だが貴様ならできる。だから王様は人間を捕まえようとしているのだ。人間の魂の力でバリアを壊す。そうすれば我々モンスターは地上に戻れるのだ。あ、それと、もう一つ大事なことを言い忘れてた。なんだなんだ。出口にたどり着くには、うん、王様のお城を抜けないといけない。あら。すべてのモンスターを滑る王。うん。彼のことは、うん、誰もが、大好きなんだ。王様はモフモフしてて、うん、犬だな。すっごくいい人だよ。うん。だからきっと心配ないよ。うん。ドリーマーさん、お家に帰らせてくださいってお願いすれば、ドリーマー。バリアのところまで案内してくれるはず。そんな簡単になるかな。そんなわけでお話が長くなったな。うん、
俺様は家に帰って貴様の頼れる友達として待機しておく。お、後から出てくるな、これいつでもデートしに来ていいぞ。うん、にゃははははは。はすげえ、浮かれてんな。さあ、町に戻ってパピルスとデートすることもできますし、うん、先に進むこともできます。進もうちょっとデートも見てみたかったですけどね。見たかったね。え？デートでちょっと面白くないですか？いやー、わかんないですよ。まあ、正直、うん、面白くないです。面白くないでしょ。まあ未知数じゃないですか、やっぱり。絶対面白くない。まずお前もこそり持ちを抜け出して、うん、あの人に会いに行くのか。うん、モフモフの人かな。うん、うん、エコーフラワー、なんか意味あるのかな。でも話せなそう。うん、セーブして。おお、お兄ちゃん、どうかしたか。俺ら仕事掛け持ちしてるんだ。おかげで休憩時間も2倍。そうなるのか。今から行くけど、うん、グリルビーズ来るかい。あ、今からグリルビーズ。あ、そういうことだ。グリルビーズ行くけど来るかい。行こうか。うん、行きましょう。うん、デートに行かずにこっちに行くって。確かに兄の誘いにはこっちだよ。よし。あ、グリルビーズ、ここね、ここか。うん、サンズ元気さ。お、今週どうだ。30分も前だぞ。30分前に食べたんだ。みんな大爆笑。面白い人なんだな。うん、風物クッション。あらお前じゃないか。え、もうデートじゃん、これ。うん、やばい。ねえ、入ってきちゃったらやばいね、お前。バーガーいいね。よう、グリルビーバーガー2つ頼むぜ。え、うん、何をアピールする方。どう、マリンか、どうなの。まあ正直、うん、イケてるわけではないなと。ダサいんだよ。でもダサいっていうか、なんか一生懸命なんだなって感じですよね。どうする。まあ一応お兄さんですし、うんうん、ちょっと顔を立ててイケてるにしましょう。ほんとに。うん、別にダサくはないから。一生懸命ってイケてることだからね。うん、そうですね。じゃあイケてる。これダサいって言ったら後ろにえっつっていたらね。え、かわいそう。かわいそうなことできない。イケてる。まあ当然だな。コスチュームを着ればイケてるスタイルになれる。うん、うん、毎日洗ってる。別に心配してないけど。来たままシャワー。お、バーガーが来た。ほんとだ、ちゃんとバーガーだ。ケチャップかける。お前の血がケチャップだって。それかける。ほんとますか。ボーンナペティ。はあ、うわー、べちょべちょだ。うん、これなんなのこの会話。わからない。アピルスだけどさ、あいつが頑張り屋なのは認めるだろう。うん、認めてます、認めてます。うん、家まで行ってメンバーにしてくれ、頼んだんだぜ。そんな。あら、夜遅かったか。うん、あら、おお、訓練中。うん、何の時間だこれ。何聞きたいの。お、はら、言葉を話す花って聞いたことあるかい。あれ、さっきのあれは。さっきのやつですかね。でもエコーだから。いや、でも話すっちゃ話すよ。まあ、そっか、はい。
もう知ってたか、うん、え、こいつはエコグラムっつって、あ、さっきのだ、うん、沼地のあちこちに生えてる。あ、そうなんだ。希少なものではないんだ。この花に声かけると、うん、その言葉を何度も繰り返すんだ、うん、だからなんだって、うん、みんなそう思ってる。パピルスがさ、この前変なこと言ってたんだ、うん、一人でいると時々、うん、花が一輪現れて話しかけてくるって、うん、あれ一番最初フラウィー、うん、じゃない、死ねーっつってくる、うん、褒めてくれたりアドバイスくれたり励ましてくれたり、うん、予言をしたりするって言うんだけど、うん、おかしいよな、うん、きっと誰かがエコーフラワー使ってからかってんだ。あんたも気をつけといてくれよ、頼んだぜ。ここであの花が出てくるとは。ずいぶん長い休憩してもらった。うん、よし、普通にデートしちゃったな。うん、貧血だからお感情。嘘でしょ。いいえ、冗談だよ。冗談か。あれ今日もつけってやばい。めっちゃつけてんじゃない。よくないよ、つけは。なんだよ、ハンパが食べてないし。うん、行こうか。よし。はい、今回ここまで。いやーい、いや、面白い。いやー、なんかお兄さんとだけデート行っちゃったような、ちょっと罪悪感。重要なね重要、確かに確かにそうですね。うん、いや、それにしても全然怖さがないね、やっぱね。そうですね、何も怖くない、幸せな世界でございますね。折り返しみたいだね、うん、ね、さっき折り返し出てましたかね。うん、ということで意外と強かったですよ、やっぱり弟くんは。うん、いや、強かったっすか、長かったよね。長かった、確かに長かったね。うん、怖かった。ということで次回もあと半分なんでね、はい、はい、パッとクリアしたいと思いますんで、お楽しみに。はい、はい、本日はここまで、また次回お会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。コメントにこれしたらこうなったよとか欲しいね。ああ、そうですね、うん、前のやつどうなったか書いてもらえると。うん、パピルスさんとデートに行った感想とか、ね、書いてください。あ、でもつまんなかったって感じ。ボイちゃんの言う通りだった、ね、難しいところです。暑い。暑いです。暑いや、ちょっとじゃあ冷房つけてみたいな。もうね、物理的に真剣に冷やしてくれよ。